十勝平野の大自然を満喫できるグルメをご紹介します。それがこちら、十勝清水コスモスファームという牧場が提供するブラウンスイス牛コンビーフです。ブラウンスイス牛コンビーフ、はい、そのブラウンスイス牛、はい、すごく希少なね、スイス原産の牛で、はい、ホルスタインよりも希少かつ高級なことで知られ、口に含んだ瞬間に広がる豊かな甘みが特徴なんです。赤身肉の美味しさに秀でています、もちろんこのコンビーフお取り寄せしています。おーすごい、はい、このコンビーフはブラウンスイス牛を 100% 使用した無添加コンビーフで、材料は牛肉と塩のみ、発色剤保存料など一切使っておりません、牛肉の旨味を最大限に引き出した一品、とにかく絶品と大評判です。まあ、トーストや、ね、サンドイッチにもおすすめなんですが、今回は一押しの食べ方、コンビーフ丼をご紹介します。コンビーフ丼ということで、これをね、なんかあの乗っけるってことですか。はい、熱々のご飯の上に乗せます、はい、そのままですね、はい、でネギを散らしていただいて、ネギを散らして、はいはい、そして最後に卵の黄身を乗せ、卵黄を乗せる、はい、卵黄を乗せてください。落とすってことですね、はい、分かりました。じゃあ卵黄を落としましょう。よいしょ、うわ、これでコンビーフ丼の完成です。うわうまそう。じゃあちょっとね、この卵割ります。食べてるコンビーフとは全然違う、はい、もう上品な、本当に肉の塩漬けだなっていう感じで、そこに卵のコクと、いやこれは美味しいよ。一般的なコンビーフは生肉として流通できない部位で作ることも多いんですが、うん、このコンビーフにはロースやもも肉など高級部位も惜しげもなく使っています。食べてみると高級な牛肉のほぐし身のようということで、味わうほどに牛肉本来の美味しさが広がります。これは絶対取り寄せた方がいい。めちゃくちゃうまい。うまい。